in this roller coaster ride. まず最初に玄関なんですけど、いつも玄関にね、お気に入りのスリッパを置いてて、でこれ履いてね、いつも部屋の中を歩き回ってます。で、あと、まあ、玄関に一応あるとしたらこれですね、ペニーボールっていうのがあって、これ最近は使って汚っ最近は使ってないんですけど、まあ、これでたまに買い物行ったりとかして結構移動手段としてはこいつ有能なのでこれ使ったりして、ね、で、あとは、ここに、炊飯器と電子レンジと冷蔵庫があって、まあ、ここが一番その調理するときに使う場所なんですけど、まあ、ちょっと炊飯器ね、置く場所がなくて、いつもこんな感じで適当に置いてます。で、まあ、これ冷蔵庫ですね。冷蔵庫本体めっちゃ安いやつなんですけど、結構使い勝手良くて、で、これが卵やねんかい。これがですね、ちょっと自分のお気に入りなんですけど、調味料ラックっていうか、ここに全部自分が使う調味料とかお酒とか、お酒じゃない、醤油、酒、みりんとかオリーブオイルとか全部入ってて、ここから料理する時にパッパって取れるようにしてます。で、これがちょっとね、いい感じの瓶に入ってるインスタントコーヒーですで、あとは砂糖とか、フォーク、ナイフ、スプーンとか入ってるこういうちょっと容器とか、で、あとは下の方に入ってるのは本当にさっきのインスタントコーヒーのパックとか麦茶のパックとかインスタント系のものですね。結構空いてますけど、これは結構お気に入りで使ってます。ちょうどぴったりこのシンクと冷蔵庫の間に入るからかなり重宝してます。で、シンクがあって、で、これがあれですね、食器洗った後に乾かすラックで、ちょっとここら辺ちょっと自慢ポイントというかちょっとアピールしたい部分ですけど、ここ一人暮らしの部屋に結構珍しいまな板置くスペースがあって、ちゃんとねこうやってドーンってまな板を置けると結構広いスペースがあるっていうのと、あとこっちに、コンロが2つちゃんとあるんですよ。これでちょっと汚いけどちゃんとコンロが2つあって、まあ、同時に料理ができる。で、プラス魚グリルがあるんですよ。これ、まあ、ほとんど使ってないけどな、ほとんど使ってないけど、なかなかここまで揃ってその一人暮らしの家にあるもんじゃないっていうことで結構決め手だったんですよ、これが。で、上の方に行きまして、これがまあ普通にいわゆるまあいろいろ日常雑貨を入れるところで、まあそんな大したも入ってないですよ、普通に汚いけど水筒とかプロテインシェイカーとか、まあ、タンブラーとかその他の日用雑貨が入ってます。こっちの棚はですね、普通に食器が入ってて、ここにワイングラスとかいや、これ入れただろ、これ絶対仕込んだろ絶対割れなかったかよかったけど、絶対俺殺す気で、あ、すいません、気を取り直して、ここにお皿を入れてるんですけど、ちょっと見てもらって、ここにもう一人暮らしなんでね、そんなにお皿の数はないんですけど、こんな感じでお皿入れて、まあ、ここにマグカップとかワイングラスとかいろいろ入ってます。で、この下の方がですね、まああんまちょっと汚いんで映したくないです。ゴミ箱が2つ入ってます。ゴミ箱が入ってて、まあ、ここで燃える燃えないゴミと分かれて分別してます。で、こっちにもうここはなんか大したも入ってない、マジでプロテインと BCA っていうサプリ、まあ、ちょっとそういう長時間保存しないといけない系ここに置いてます。米とかね。はい、ということで次は、洗面台とお風呂周りなんですけど、まあ、ここが洗面台でね、こうちゃんと鏡があって独立洗面台みたいな感じなんですけど、まあ、ここにね、いろいろ物が入れる場所があるんで、歯磨き粉、歯ブラシ、歯磨き粉だったりひげそりで入れて、で、こっちの下の方にちょっと一旦カットで、すいません、ちょっと一旦。はい、でね、ここら辺にヘアワックスとかコンタクトとかもその他もろもろなんていうんですか、顔周りのね、ケアをするものをちょっと置いてるって感じですね。次が洗濯機ですね。これ洗濯機も別に全然高いものじゃないんですけど、普通にビッグカメラかどっかで買った洗濯機で、まあ一人暮らしには十分な 4.5 キロですね、まあ、普通に全然一人で住む分には大丈夫です。で、こっちの下の方にはまあ、それこそ洗剤の、ちょっと汚っ汚っ、洗剤の何予備とか、まあ、ヘアアイロン、まあ、ほぼ使うことはないですけど、ヘアアイロンとか、あとドライヤーとか、あとコンタクトレンズとか、まあ、そういうちょっと在庫入れる場所みたいな感じになってます。じゃあ次はお風呂場ですね。まあ、お風呂も特になんかすごい広いわけでもないんですけども、ここにね、お風呂があって、で、まあ、バスタブがあると、まあ、ほとんどね、バスタブお湯ためて入ることはないんですけど、まあ、一応あります。で、ここにIKEA で買ったラックがあって、で、ここにシャンプー、
たま、本当にたまに聞かれるんですけど、何のシャンプー使ってるんですかって言われるんで言ってきますけど、フィオーレの、なんかよくわからん、フィオーレのプロテクシャンプーってやつですね。これなんかアマゾンかどっかで買ったやつです。で、あとダブのボディーソープと、あとなんかまあフィオーレの洗顔みたいなの入ってます。で、あとこれちょっと自分で行くかもしれないんですけど、あのシャワーとか浴びてる途中に音楽を聴くのがめっちゃ好きで、あのスピーカーがあって、お風呂の中にスピーカーがあるんですね。お風呂の中に自分で置いてるんです。で、これ UE Boom 2っていうのが結構いいやつで、あの、Bluetooth がちゃんとしっかり、ちょっと待って、スピーカーさん、マジでちょ電気切っといてって言ったじゃん、マジで。あ、ここがトイレなんですけどもね、特別なものはないんですけど、あのここにタオル置くとこがあって、で、まあ、ちょっとペッパー置くとこがあるんですけど、ちょっとこだわりたくて、なんかネットでね、この可愛いあの飾りみたいなの買って、あとは、レンズカバーと、マットレス、結構ね、気に入ってるんですよね、このデザイン。で、あとはこのシールね、ちょっとこれもロフトで可愛いシールがあったんで買ったんですけど、何も考えずに貼ったけど、これ剥がれるとき絶対汚れついて、あの大家さんに怒られるってやつですよね。はい、ということで、ここがリビングルームになりますね。まあ、部屋1個しかないんですけど、で、一番最初にちょっとここのコーナーを紹介したくて、まあ、デスク周りですね。で、最初に紹介するのはこちらのデスクライトっていうかな、間接照明みたいなもので、まあ、ちょっと色がすごいおしゃれで気に入ったので買ってしまいました。ニトリでね、多分5、6000円ぐらいで、そんなに高くなかったかなと思います。で、次はこの机自体は、IKEA で買ってリーズナブルな値段だったと思うんですけど、まあ、これもデザインがおしゃれで買っちゃいました。で、これがニトリで買った普通のオフィスチェアですね。まあ、こういうところに何もいいことないです。まあ、座り心地は全然いいです。はい、で、次ちょっとこっちの方を来ていただいて、あ、あとこれか、貴重品入れみたいな、あのキーケースとかテープとかなくしちゃいけないようなものはここに保管してます。で、あとちょっとこっちか、こっちの方を見せたくて、ちょっと椅子ちゃんの方に。ここがですね、ちょっとごちゃごちゃしててちょっと見苦しいかもしれないんですけど、まあ、ちょっといろいろ大学の書類とかプリントとか教科書とかいろいろ入ってて、で、あとは、思い出としてコロンビア大学に留学してた時の、まあ、ノートとか教材とかちょっと一応持って帰ってきて、これとかちょっと見た目、ね、かっこいいから持って帰ってきちゃった。なんか留学中にやってた授業のノートとかこうやってちょっと懐かしいなと思ってここに保管してます。まあ、ここにビーズのヘッドホンがあったりとか、編集機材とかで使うハードディスクとかコードが入ってる箱とかあったり、まあ、ごちゃごちゃしてます。で、あとは、まあ、ここにあるのは小物ですね。この前ロフトで買ったちょっと可愛い時計、まあ、時間全然あったんだけど自分結構ハサミとかカッターとかこういう小物系はマグカップに入れて保管するのが好きなので、ちょっとロフトで買ったマグカップにこうやって入れてます。可愛いでしょ。で、あとここに大量に本が置いてあると思うんですけど、まあ、ほとんど本読まないですが、読むけど本当に気が向いた時しか読まないから、ちょっと普通にインテリアとして置いてるみたいな感じです。気が向いたら読む感じです。で、こっちに、テレビのリモコンとか、あのエアコンのリモコンとかまとめてる箱があって、ルームミストとかも全部入れた箱があるんですけど、これが結構あの可愛くて、箱がで、ここが、まあ、テレビコーナーというかテレビが置いてあるところなんですけど、まあ、テレビ自体はめちゃくちゃちっちゃくてほとんど使わないですね。ゲームするときぐらいなんですけど、ゲームも最近やらないんで本当に置いてるだけって感じで、だからテレビ台が、これテレビ台なんとニトリかイケアとか忘れたけど1500円で売ってて買うしかないと思ってテレビ台買いました。で、あとここにあるのは、まあ、PS4 ほとんどゲームしないですけど一応ハマった時期があったんで置いてて、であとここら辺にあるのは本当になんかもうごちゃごちゃなんかあの撮影機材のこういう三脚とか、レンズとか、ハードディスクとか入ってるんですけど、ちょっと後々ちゃんとこういう機材を入れる本棚もね買おうと思ってるんで、また買ったら紹介します。あとここにあるのは、まあ、香水とかあの時計入れるとことかで、あと個人的にちょっと貯金をしてまして100万円貯まるバンクっていうのを一応なんか100均かどっかで買って500円玉貯金ですね、いわゆる500円玉貯金してて、あの全然たまらないです。はい、次はクローゼットですね。この中に、まあ、全部服とか収納してるんですけど、ちょっと一個一個紹介していきたいと思います。まあちょっと上はあのいらない箱とかバーンと置いてるのもちょっとあの見えないらしいんですけど、
こっちに普通に服がバーって並んで、であと下これ段ボールってね、めちゃくちゃダサい。なんか最初にここに入ってきた時にちゃんとこういうあの衣装ケースで買おうと思ったんだけど、だんだん生活に慣れてきちゃってこっち段ボールと落ち着いてしまったっていうリアルな感じで、あとは両サイドにあのスーツケースが結構多くて、スーツケース1、ジムバッグ1、旅行用のノースペースのめっちゃでかい75リットルのリュック、これ開いたらめっちゃでかいんですけど、リュックが1、ちょっと出せないんですけど、ここにもう1個スーツケースがあります。で、あとは普段ここにカメラとか入れる用のバッグと普段のバッグ、なんかちょっとバッグが多いですね。で、あとこの上にちょっといろいろ小物とか増えてきちゃったので、小物入れっていうか、この中に帽子とか生活雑貨みたいなこれ全部まとめて入れてます。なんかスヌーピーの可愛い箱が売ってたのでこれでまとめてます。あとは衣装ケース、これはIKEAで買ったんですけど、この上だけこのガラスみたいなデザインにちょっと惹かれて買っちゃいました。ここに全部服とかね、こうやって入れてますね。まあ、もう壊れてるやん、もうえぐいって本当に壊れたやつなんだけど、マジで壊れたやつ。はい、じゃあ次はリビングにあるローテーブル紹介します。このローテーブルは確か IKEA とかニトリじゃなくてネットで買ったやつで、ちょっとサイトの名前忘れちゃったんですけど、ガラスの台がここにあって、でこっち側はガラスじゃなくて木の、板が1枚あって、で下はこう物がちょっと収納できるような感じになってるデザインがすごいちょっといいなと思って買っちゃいました。で、まあ、ここになんか雑誌とかちょっと生きって入れてるけど、雑誌とかあんまり読まないたまに見るぐらいで入れてるんで、ちょっとまあ普通にここら辺にポンと置いてますね。普段ここでご飯食べてます。ちょっとあのカーペットはめっちゃちっちゃいんで、あの新しいのでかいカーペット買おうかなと思ってます。はい、最後にちょっとベッドを紹介しようと思うんですけど、このベッドも、ニトリで買いました。確かシーツとか枕とかこの布団のカバーはIKEAで買いましたね。このベッドのサイズなんですけど、まあなんか普通に一人暮らしだったら多分シングルとか皆さん買うと思うんですけど、まあちょっと自分結構寝返り打っちゃう人で、まあ、ベッドから落ちることもたまにあるみたいな人なんで、ちょっと広いやつがいいってことで店員さんにセミダブルにしたらどうですかって言われたんで、まあちょっとセミダブルってちょっと広めのあのベッドにしましたね。まあ本当の理由はまあ女の子を呼びということで僕の部屋紹介でした。結構ね、僕物少なくてあんまりなんか収納してるところとか全然ないんですけど、まあ、これぐらいの量がちょっと正直一人暮らしだったら生活しやすいかなっていう。で、まあ、買ったものと、どうもー。